日系企業を営業してる間にいろんなお客様がオーストラリアは一人で食べに行けて飲めるところがないっていうことが始まりで、じゃあ私がやろうと単純に思って、で私は料理も好きですし、そのと今は飲めますけど、その当時お酒はちょっと弱かったんですけども、まあ、そういうお店に行くことはとても好きだったので、それでじゃあ私がやろうって思って、単純な発想から、はい、始めました。すっごくもう怒る時は英語の方が楽かなっていうのがありますね。何でしょう、それを全部日本語に訳したらとても汚い言葉になってしまう時があるので、英語で怒ったらなんか少しごまかせるかなっていう感じに多分瞬間的に思っちゃうんでしょうね。で私どうして笑ってるんでしょうみたいな、私はそんなの気づいてないんですけど、つい最近も知り合いの方が、まあ、私ここコーヒーを一緒に飲んでて、いやここは私が払う、おごりますから、私ここ払いますからって言ったら、その方がお金を出そうとしたんで、普通に何で出すのみたいな、それをなんか普通に英語でララッララって出ちゃったら、なんかすごいお店の人とか本人はもちろんですけど、なんかみんなわーってこう見ちゃってたっていう、なんでしょう、言葉って不思議ですね。そうですね、今のところはシドニーですね。たまに日本に帰ってやっぱりシドニーに戻ってくると、とてもやっぱり、あ、家に帰ってきたっていう感じがするので、やっぱりどこよりも今は自分の住んでるシドニーの家がホッとする場所ですね、はい。